くん、大学どこ行くかもう決めてる？行きたい学部か、うん、自分の将来につながるんだし、やっぱりそのくらい真剣に考えなきゃ。ということはきっとまた離れ離れになっちゃうんだよね。でもお願い、今だけは嘘でもいいから、そんなこと。あれ？全然平気。私、今佐川くんと。
今日のおはよう占い1位は、おめでとうございます、しずらのあなたです。気になってる人と思わず急接近のチャンス。普段しないことに挑戦してみると新たな才能が開花するかも。知ってる？おお、例の相性診断ね。クラスの子が話してたわ。うちのクラスでも昨日は女の子の間で話題になってたよ。うん、男同士の会話じゃ話題にすらなってなかったし。まあ女子は占いとかそういうのが好きってことでしょう。私昨日だけで15人くらいですかね。一緒に試そうって誘われましたよ。いくちゃん本当に大人気ね。ちょっと羨ましい。ちなみにそれ、誘ってきたのって全部女の子？はい、でもなかなかいい結果が出ないらしくて、みんな落ち込んでました。相性 50% が出ればいいので、だいたいそのあたりになるみたい。いえ、みんな 50% 前後でした。なに、ハルキ、今落としてるの？バカバカしくない？春の原もさ、そんなので本当に相性わかるなら人間関係苦労しないって。そうだけど、遊びなんだからいちいちケチつけなくてもいいじゃない。別にケチなんてつけてないよ。ただ僕は理系の立場からもうちょっと科学的に考えたって言ってるだけで。